い、皆さんこんにちは、伝説のリーです。さあ、今回はですね、先ほどガチャで手に入れたこちら、新ハンター、忍者の URL 書を使ってやっていこうと思います。いや、めちゃくちゃかっこよくないですか？これやばい。ちょっと待ってね、これは、好きすぎるな。個人的にちょっとこれはダメだ。マジで好きな、見た目してますね。さあ、ということで早速にやっていきたいんですが、僕今回ね、初めて、まあ、人間と戦うっていう言い方したらいいのかな。初めてですね、人と戦うの。マジで楽しみです。さあ、ということでね、頑張っていきましょう。さあ、いいんじゃね、結局、まあ、あまり、まあ、調整、大きな調整はなかったですね、結局。はい、よいしょ、OK、一発与えていくと。まあ、1点、まあ、2点かな。前回の動画でね、ちらっと紹介した部分は、じゃ、まあ、調整が入ったという感じで、来てるんですけど。OK! さあ、いいね、ここは一発、読み勝っていくと。ということで。まあ、ただね、本当にもうめちゃくちゃ大きな強化弱体化っていうのはなかったのかなというふうに思います。さあ、ということでどうしようかな。なかなか悩むところですね。これね、この忍者はね、なんて言うんだろう。この、はい、この、電撃の色によってね、今、青色サバイバー、青色二つ、赤色二つになってるんだけど、殴れた！オッケーでかい！これ同じ色のね、サバイバーにダメージが入るんですよ。なんで見てください、もう すでに傭兵の初手段を取った時点で、全員にダメージがね、入っているという状況になってます。すごい。マジで新鮮だよな、これ。いや、すごすぎるだろ。どうしようかな。一回じゃちょっとこれ解除して、回っているとこも全部の暗号機にね、はい、こうやって、繋げることによって、サバイバーの無駄解読を増やすことができるといったところ、本当に強みです。で、前回弱体化したっていうとこ言ったんですけど、そこからちょっとだけね、内容が変わりました。これがね、とりあえず殴ろうか。うわぁ、うまいな！これ、うわぁ、うまいな！危ねえ、危ねえ。新キャラ対決ですね。それが、この電撃によってサバイバーをね、まあ、スタンさせることができるんですけど、それを 3.5 秒以内に連続で、スタンさせて、なおかつ、まあ、3回目以降連続でスタンさせた場合のスタン時間っていうのが 0.5 秒になりました。まあ、通常はね、2秒間相手でスタンするんだけど、それがまあ 0.5 秒になったっていう感じかな。あー、ちょっとこれ、アスシャンでかい。ただ、存在感がもう2段溜まってるんで大丈夫ですよと。さあ、からの、はい、これ、空中に行って、はい、ドカーン！さあ、これでスタンさせて、ダウンを取っていく！ダウン取れなかった！ダウン取れなかった！そう、本当にこれね、マジで使いこなすの相当むずいですよ。でもダウン取れたと思うじゃん。でも、同じ色の、まあ、サバイバーがね、電撃が入ってたんで、まあ、今はダメだったという感じで。はい、ここで、はい、ドカーンと、今のも当たらない。オッケー。これでもダウンが取れない。なんだこの傭兵のダメージ。なんだこれ。すごいダメージになってる。もう、ジョセフとかでしか見ないようなダメージの色してるけど。さあ、ここはちょっと同じ色だったんで、スタンはしなかったね。こういうところをうまく調整していかないと、本当にね、このハンター使いこなすのはもう難しいと思いますね。だがしかしよ、傭兵のダウン取るのが苦戦した代わりに、全体負荷がすごいことになって、すごいな。いや、すげえわ。僕もね、初めて人間4人と戦うし、サバイバーさんもね、おそらく初めて忍者と戦うと思うんですよ。だから結構お互いね、びっくりしてると思う。特にサバイバーさん、今びっくりしてるんじゃないかな。さあ、こういう時も、しっかりとね、回ってない暗号機を繋げることによって、サバイバーに無駄解読をさせていくと。いうことで、本当にね、強いと思います。どうしようかな。ユーザー多分来ないね。オッケーオッケー。ということで、ちょっと距離を詰めようか。はい！と、これ、オブジェクト貫通するんですよ。そう。まあ、結構強いんだよね。はい！よいしょー！さあ、スタンさせて！ドカーンと！いや、気持ちいいな。待てよ、これ普通に強いんじゃないか、このハンター。いいぞ。なんか今ね、使った感想としては普通に強い。楽しい、強い、かっこいいの。3秒揃っちゃってる。はい！さあ、コット氏のダウンが取れたい。結構、遠目から当てるか。うますぎるだろ、それ。からの、おー、ドカーン！やばい。待て。待て。強いなぁ。おいおい、これが最高か？はい、スタンさせて！ダメージ！待って。本当に強いかもしれん。とりあえず、ここの、ほんとこういう遠距離でさ、こういう電撃を当てれるようになったら最高ですよね。よし、耐えて、はい、空中からの、はい、ドカーン！これサバイバーどうやって対策するんだ、これ。本当に。
そういうレベルだぞ。まあ、まだね、この新ハンター出たばっかりなんで、まあ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 。まあ、それはね、対策も何もわからんよってことなんですけど、やっぱ現時点では、どうしたらいいんだろうね、これね。大変だぞ。さあ、解読の方も大丈夫かな。うん。あとさ、これ見ることによってさ、すべての暗号機の解読進捗把握できるっていうの地味に強いよね。すごいよね、それね。外してもまあ、別に、2発目があるんで。あー、いや、2発とも外しちゃった。それは良くないな。2発とも外してしまった場合、ちょっと骨董賞気をつけないといけない。いやー、オッケーオッケーオッケー。新キャラ対決。よいしょ。なんか今回ね、新キャラ、今年出たばっかりですけど、なんか割と早く出ましたよね、このキャラ。ここもちょっと距離詰めでいこうかな。はい、よいしょ、まあ当たりはしなかったとは、あ、結構離れたね。さすが患者。まあ、ここはしょうがないんで、ちょっと骨董賞釣りに行こうかな。これね、電撃の色をね、こうやって赤と青で切り替えれるんだけど、これ単行者みたいでめちゃくちゃかっこいいよね。あ、この UR 衣装のこの感じやばいわ。マジでかっこいいんだけど、言われるでしょ。何この衣装。好きすぎる。過去の中でも割と上位ハイレベルで好きだな、僕。2発目外しちゃった。オッケー、これで2発目当たった。それからの、はい、ドカーン。あー、今も、ちょっと当たんないか。だからやっぱ判定はシビアだね。よいしょ。そのような正確さが求められる、そんなハンターとなっております。ということで、ちょっと2試合目もね、やっていこうと思います。はい、ということでね、次の試合やっていこうと思います。さあ、頑張っていきましょう。さっき使って思ったんだけど、いいんじゃない今、上振りして、上振りと傲慢という結構変わった人格でやってるんだけど、まあ、試しいね。すごい、行った割りが早いんですよね。これ気のせいかな、まあ、とりあえずちょっとね、伝送繋いでいこうか。はい、これ結構、本当にわかりやすい。なんか、サバイバーが解読すると、青色に、ね、なるんだけど、青色、白色か、って表示されるんだけど、結構わかりやすいです。さあ、早速、赤の電化がついたんで、青色ぶち込むだけ。はい、オッケー。あれ、当たってないか。なるほど。で、また傭兵を入れついてないな、初手の運が。オッケー。まあ、まあ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 。どうしようかな。初動で傭兵を、追うっていうのも、さっきはうまくいったからね。まあ、ただちょっと今回、タゲチェンしてみようか。ちょっとね、いろんなパターンをやってみましょう。さあ、ここにいるのが、囚人。囚人結構ね、戦ってみたいですね。お互いこの、なんて言うんだろうな、解読機を繋ぐ、能力持ってますんで。乗り越えた、鬼没で一発、オッケー！よーし。では、みんな青色、みんな青色の電化ついてるから、これそうだな。青色の電化をつけて、あえて全体差を狙っていきましょうか。はい！青色からの赤色。はい！いや、強くないか、ほんとに。いや、マジで強いんだけど。まあね、ちょっと今のね、プレイは、初動さえ遅れてしまうんですけど、ちょっと全体感狙っていったんですけど、どうですかね、これは。あんまりこういうことしない方がいいかな。いや、でも。でもね、これをすれば、それほど、後半が楽になります。うわあ、誰、あ、中途しか、うわ、中途しか。はい、倒って。はい、ほら、板割り結構早いよね。僕、全ハンターの中で一番板割りが早いバルク普段使ってるんですけど、それと比べても結構早い印象があるね。はい。うますぎる。これを、こういうところをちゃんと当てれるようになったら本当に強いぞ、これ。はい。さあ、これで板裏にかけられても大丈夫。さあ、全体か。オーケー。まあ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 、初動はめちゃくちゃ遅れてるけど、やばいぞ、この立ち回り。いや、マジで強い。オーケー。よし。で、ここは赤色をつけて、よいしょ。はい、トーン。ということで、なんということでしょう。さあ、もう、一人ダウン取る間にね、こんな感じになってしまいました。いや、本当にこれ、強すぎる。やばいな、これ、ほんと。さあ、どうしようかな。これ、サバイバー側はさ、こっから回復しなくちゃいけないわけじゃないですか。ね。大変だよ、これ。さあ、繋ぎ直そう。これもね、結構忘れがちですけど、ちゃんと繋がないとね、もったいないから。はいよ、残り5台、素晴らしい。素晴らしいです。さあ、救助に来てるオフェンス！さすがに無理やろ。オッケー！一発、ただダウンは取れなかった。あー！すごい、いい連携してる。すごいな。サバイバーさん結構いい連携しますね。でもそれ当たんなかった。大丈夫。このね、電撃ビームは貫通しないんです。あー！3スタンか、ちょっと、くぅ！
きついな。そうか、スタンも溜まっていくんか。やばいねー。スタンが溜まっていくと。なるほど。はい。あ、まあ、ずっとここはタケチェンでいいや。タケチェンで。よいしょー、オッケー。傭兵のターン取っていく。で、ね、ここに多分いる。ここにはわかる。え、これさ、待って、これあれやばい。オフェンス対策とかにも使える。はい。うん。電撃ビームとかでね、うまく使ってちょっとやっていきたいんですけど、オフェンスがそこにいる。はい。オフェンスがいますよ。あの、さすがに来ないか。オッケー、釣りましょう。はい、釣りました。このハンターまた本当に強いかもしれない。いや、ちょっと今後いろんな可能性をね、出していきたいね。導き出していきたい、本当に。うん。うわー、頭いい、それは。それは頭いいわ。やばい、ちょっと深読みすぎた。くー、やばい。深読みしすぎたぞ。いや、ちょっと、早すぎたな、タイミングが。とりあえず、ここで、青色を与えてからの、はい、貫通。今のは僕は、赤にしてなかったんで、ダメですね、と。はい、でも一回やれる。存在感が2に溜まるとね、これ2回できるんですよ。ほんと強いよね。そしてまた、同じ電化の色の、呪術師がなぜか死んでます。なんでか呪術師が死んでる！すごいなぁ、ほんと。はい！と？あえてここでダウンしてるのか。そんな気がする。これ罠じゃねえ、これ。大丈夫か。あ、大丈夫だ。オッケー。いや、マジでこれさ、これ、サバイバー大変よ、戦うの。どうやって戦うのこれ、本当に。大体、大丈夫だね。しっかりと。火力のオーバー負荷がかかっていますし、マッチしね。暗号機の。金属の把握もできておりますと。いいですよ。あ、救助来るか。どうだ。これね、この弾上げてる瞬間ね、無敵に見えるけど、無防備ですからね、この状態。多分タックルとかされたら終わる。危ない危ない。いやー、ちょっと普通に来てたな。ちょっと隙を見て、来てました。囚人これ、新章じゃない。おー、新章だ。かっこよ。待って、この二人めっちゃ似合う。いや、いいや、囚人の衣装もめっちゃかっこいいじゃん。何それ、すごい好きなんだけど。いいな。そしてこの度に立て直しが終わっていくと。まあ、だがさすがにね、解読の方はね、全然待ってませんので、まあ、さすがにこれはいけるでしょう。あ、どうする、ここはどっちを狙おうか。まあ、おや、頼んだ。え、普通にここはちょっと超えさせるの狙ってみましょうかね。うん。うわー、サンスタン強い。呪術師強い。強いな、呪術師はやっぱり。うん。でもやっぱりいつまで経っても強いですね、本当にね。なんか直対語とかも全然来ないよね、呪術師。もうそいてー、ね、スタン、スタンいて。はい、でもこっちもスタン、スタン返しや。スタンされたらやり返す。スタン返しや。残り2台。ね、この電子をつなげるやつもね、本当にうまく使わないと、むしろサバイバーの解読手助けしちゃってる可能性とかもあるので、本当に気をつけてやんないといけないよね。だから、サバイバーがね、移動しなくても別の暗号機も、回せるって意味でもありますから。逃げろ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 、来るな来るな来るな。別のゲームになってんのよ、本当に。逆逆逆。僕が追う、痛えよ、ほんと。この、中途締め。もうこの、別ゲームに仕上がって、本当に。ここにいた。はい、上から、はい、悪い子はお仕置き。これは当たんないんだ。へぇー。シビアだなぁ。はい。で、ここちょっと完璧にしたいよね。ほんとに。はい！あー。これはダメか。あ、そうかい、そうかい。あ、よいしょー！まあ、これはさすがに大丈夫。痛い痛い！もう、ほんとにこの子は、悪い子だわ。悪い子。うわ！よいしょ、OK、これ当たった。よいしょ！よーし。悪い子ゲットだぜ。完璧に鍛え上げれば、めっちゃ強いわ。ということで、今回も勝てそうですね。いや、素晴らしい。まあ、なんかね、こういう立ち回りとか、こういう人格、特質試してほしいみたいなのを、ぜひ、コメント欄で教えてください。そういうのね、どんどんやっていきますんで、まあ、みんなでね、新たな可能性をね、見つけていきましょう。まあ、多分ね、プロの方とかさ、めちゃくちゃ対抗人格上手い人とかも、みんな多分やると思うんで、
という人たちのね、立ち回りも楽しみだよね、ほんと。オフェンス救助来るかな、さすがに来んでしょ、さすがに。おー、なるほど、回復してきたと。あー、いや、オッケー、うわー、すごいな。よう立て直したな、ほんと、そっから。はい、まあ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 、そんな立て直しなんと、関係ねえ、あ、いや、邪魔しないでもらっていいですか、邪魔しないでもらっていいですか、よいしょ、はい。待って、ちょっと、いいこと考えたんだけど。性格悪いからいいこと考えたんだけど、やってもいいかな。じゃあこれ作戦だから、今後の第五人格の、概念がちょっと変わるかもしれん。やさおにに見えるやん、一瞬。やさおにに見えるけど違うのよ、これ。あの戦闘で。これ違うのよ。四釣りするための作戦なのよ。おい、ほら、おいそう、同じ連関にして、ダメージを取っていくということで。めちゃくちゃ楽しいです、この新ハンター。ということで本日もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。